さあプラットフォーム上、日本大学生産工学部津田沼航空研究会の期待が上がっています。こちらも強豪チームで、これまで2017年2018年連続優勝を果たしています。準優勝も1回記録している強豪チームです。現在は先ほどご覧いただいたマップルが学生記録を持っていますが、この日本大学生産工学部の津田沼航空研究会、かつては学生記録を所持していた、こちらも学生チームの強豪です。パイロットは青木智弘さん、将来も旅客機のパイロットになるのが夢という話です。なんか去年より20キロ軽いと、これ機体だけのことを言っているのか、人も含めてなのか分かりませんけど、 38.39 キロという機体重量です。幅は 24.8 メートル、非常に小型の機体と言えそうです。パイロットも小柄なんですね。まあ、要はコックピットがちっちゃくできて空気抵抗が少ないんですね。青木智弘さん163センチ52キロ、プラットフォーム上白い旗が上がりました。 OK 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 OK、 カウントダウンから助走でスピードをつけて安定したテイクオフになりました。さすがの津田沼航空研究会。ちょっと左の蓋が閉まってます。左側の蓋が閉まっていない。コックピットの蓋が少し垂れ下がっていますね。この蓋が閉まっていない。少し機体も左に流れています。まずいです。少しこの蓋の部分で抵抗を受けているか。高度が下がってきた。高度が下がってきました。まだ蓋をしまうことができていない。ここで着水です。これはトラブルだったのか、作業が追いつかなかったか、コックピットの左側の扉を閉めることができませんでした。機体から少し底面に向かって蓋が開いた状態で、機体自体も少し左方向に流されていきました。これやはりこの蓋が閉まらなかった影響というのは考えられますか？あまり関係ないと思いますね。はい。さあどれほどの記録が出たでしょうか。日本大学生産工学部津田沼航空研究会、ただいまの日本大学生産工学部津田沼航空研究会青木智弘さんの記録は306メートル93でした。306メートル93という記録になりました。プラットフォーム上拍手、そして抱き合う部員たちの姿もありました。笑顔で声援を送ります。改めてフライトを振り返られていかがでしたか？そうですね、はい、本当にもよく言うともう少しいけたかなっていう気はしますけど、しかし見た目より306メートル距離は出ましたね。そうですね、はい、やっぱり速度が速いのと、はい、あと左にずれたので風追い風をの要素が加わって、なるほど、途中後半速度がかなり速かったんじゃないでしょうか。見た目以上にスピードは出ていたのかもしれないです ね、 そうですね。ちょっと映像ではつかみづらかったんですけど、はい、まあ、あと、なんでしょう、胴体の蓋が閉まってないとか、ああいうのと距離でいくとだいぶ損してると思います、ね、そうですね、はい、このあたりは、ね、トラブルだったのか、あるいは作業上のミスだったのか、はい、詳しくは分かりませんが、はい、まだまだ距離が伸びる余地はあるチームですね、はい。